しまったの。大丈夫、ママがサポートするから。あなたが失ったのは言葉だけじゃない。それは自分でも分かっているでしょ。今のあなたは多くのものを失っている。ずっと喋れないままじゃ困るでしょ。これは始まりの階段。あなたが囚われている刑事への。ケージはとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。ここはケージっていう場所なの？さあお待ちかね、夢のお時間でございます。はあ、うんざりするね。私たちは管理されて暮らしている。この体も感情すらも自由ではない。残されたわずかな選択肢だって自分の意思で選べるとは限らないわ。俺の見ていた現実は偽りばかり。俺はただ普通の幸せが欲しかったんだ。本当の意味での自由なんて。すごい、砂が流れてるわ。これどうなってるのかしら。目に砂が入っちゃうから気をつけてね。あの砂どこまで流れていくのかしら。あの黒い柱の根元に向かいましょう。点在する謎の、誰が作ったのかは知らないけど、私はともかくこれが一つ目。ここから始めましょう。広大な荒野を二人は歩いていた。育ちの良さそうな少年と後ろを歩く寡黙な男。何かに追われているのだろうか。
周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた町が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に男は静かにうなずいた。旅の疲れを癒すため二人は食堂へ向かうことにする。食堂前にたむろする賞金稼ぎたち、その一人が少年たちを呼び止めた。寝踏みするように少年を睨み、賞金稼ぎ、お前王族かと深い土器のこもった声。うつむく少年は口を閉ざしたまま。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。二度響いた銃声は砂塵の中へ消えていった。賞金稼ぎに取り付いた黒い鳥、あれこそが私たちの倒すべき敵。あの黒い敵が物語の姿を歪めて、物語を正しい姿に戻した。もちろんあなたは分かっているわね。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。賞金稼ぎを退けた男は息一つ乱さず少年へと声をかける。おけがはありませんか王子と。少年は大丈夫と答え、もう王子じゃないよと笑顔を見せた。そして男へ、残念だけど町を出ようと提案する。男は静かに、記憶の、そして修復された武器を集めるのが私たちの目的。さて、これからのこと大体イメージできたかしら。よかった。じゃあこの調子で続けていきましょう。ママもサポートするから大船に乗ったつもりでね。
まあ綺麗な場所でも、こんなに大きな建物一体どうやって作ったのかしら。ケージで時々見かける黒い鳥は駆除すべき対象。気がついたら追い払ってね。そしたらママがご褒美をあげるから。あら、もうメニューを開いちゃったの？せっかちさんね。しかもまだ手に入れたものを使うことができないの。そうね、今は何？やっぱり説明が聞きたいのかしら。そうね、今は何？二つ目はここね。にして酒場や食堂は情報の集積地となる。人の集まる場所にはそれだけ多くの声が集まるからだ。機械の手足を持つ彼女もそれを求めこの店を訪れた。賞金稼ぎとして標的の手がかりを探さなければならない。立ちはだかる者を斬る。女のため息が砂塵に絡む。彼女の力の源は復讐心だ。生中なものでは到底かなわないだろう。探していた標的を求めて女は森へと向かった。物語の回収はあなたの失ったものを取り戻すためであり、あなたの願いを叶えるためでもある。だから焦らず着実に物語を集めていきましょうね。そうね、この場所ケージについて話しておきましょうか。ケージはとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も今いるこの砂の領域も全体のほんの一部に過ぎないわ。本当に謎の多い建物で、
ほとんどのことは誰にも分かっていないの。誰が刑事と呼んだのかさえね。教会が佇む森の中、男は周囲を見渡している。どうやら男は食物包帯に覆われた表情には心なしか陰りが見える。草木が揺れ音を立てる。食料を求めているのは男だけではない。獣たちもまた飢えてさまよっている。生勢力の死人、無事に食物を手に入れた男は朽ちた礼拝堂に革靴の音が響く。教会の奥には少年が憔悴した顔で横たわっていた。男は少年に寄り添い、集めた食料少年は受け取ろうと身じろぎした。弱り切った体で少年はごまかすように笑ってみせる。男は黙ったまま少年の顔を見つめていた。あの子、病気にかかっていたのね。そんな体で荒野を旅するなんて。ともかくこれで三つ目の記憶も修復できたわ。次の物語を回収できればこの杖の物語はおしまい。行きましょう。とは言ったものの、随分高いところまで来たわね。
足痛くない。景色は綺麗だけど上り階段ばかりだから。疲れたらいつでも休んでいいのよ。休むことこそ成功への近道だって誰かも言っていたしね。眩しいところね。でも見つけたわ。あれが四つ目の黒いかかし。ここから杖の物語、最後の記憶に入れるはずよ。武器の持ち主のほとんどは戦い、あなたはこれから多くの死を見届けることになるでしょう。覚悟はいいかしら。町を出た女はやがて荒れた森にたどり着いた。朽ち果てた教会がひっそりと立っている。壁はもはや用をなさず、天井は崩れ落ちている。教会の奥で女が見たのは古びた機械兵と少年の遺骸だった。女が近づこうとすると、突然機械兵が立ち上がる。よみがえった機械兵は女へ銃口を向け、うなり声を上げた。賞金稼ぎの女は倒した機械兵の記録を確認する。かつて王子であった少年は王国を追われた身だった。共に旅をしていた男は彼の友であり護衛であった機械兵。しかし少年は病魔に侵され、旅路の半ばその命を落とす。一人残された男は少年の遺骸を守ろうと近づく者全てを殺すようになった。少年の死から100年、機械の体は錆びつき、意識は薄れ、王国さえ滅んだが、男はずっと自らの主を守り続けていた。女は二人を弔う墓を建てると、静かに森を立ち去った。
王子だったのね。そしてあの機械は壊れかけてもなお主人の亡骸を守り抜こうとした。この記憶で杖に残された彼らの物語もおしまいね。これで正しい物語がその杖に収められたわ。それは意志、あなたが失ったかけらの一つ。あなたが今集めなくてはならないもの。階段を登って、先はまだ長いわよ。ここから先の道のりも長いわ。あなたは戦いの力を高めていく必要があるわね。何から教えてあげようかしら。まずは仲間を編成する必要があるんだけど、あれこれ説明してもしょうがないわね。実際にやってみましょう。他のゲームと大体一緒よ。はい、上手にできたわね。仲間や武器を強化することもできるけど、まあ気が向いた時に見てくれたらいいわ。道が分かれてるみたい。ママは右が当たりだと思うわ。でも左も当たりかもしれないわね。つまりよく分からないわ。
この武器は、とりあえず修復を始めましょうか。水と緑の豊かな国に美しい黒髪の姉妹がいました。二人は森で狩りをしながら助け合って暮らしていました。姉娘の矢を急所に受けて逃げていきました。あんな巨大な獣を妹が一人で狩ることなどできるわけがありません。怯える妹を見て姉娘は自分の髪飾りを外し妹につけてあげました。その美しい銀色の髪飾りは母親の形見であり、
妹がずっと欲しがっていたものです。妹の顔はたちまち晴れて、今度は私がお姉ちゃんを守ってあげるねというのでした。今度の武器はお姉さんのお話なのかしら。でもあのお姉さん、前にどこかで見たような。この黒い壁は、
邪魔するなら、あなたたちも。行きましょう。戦を続行する。
敵の目的は一体何なのか。ええ、ママにもわからないことが多いの。ごめんなさいね。見て、外に何かいる。一体何なのかしら。ゲージは不思議でいっぱいね。
狩りを終えた黒髪の姉妹は日が傾く前に家へ戻ることにしました。火の海となった町は妙に静まり返っていました。煙が渦巻く中で姉娘は見たこともない凄惨な光景に息を呑みました。どちらを向いてもあるのは死体、死体。適正勢力を死に恐れよ。邪魔するならあなたたちも。治療するわ。これで優位に立てるな。皆さんのために。
兵士を倒した姉娘の耳に声が聞こえます。走り寄ってきたのは心配で追いかけてきた妹でした。周囲では敵軍の兵士が、今度の武器は戦争の話ね。剣に残された記憶が平穏なんだか悲しいわね。